うまく話すことができないんだね。くるりつらり君の瞳が忘しむと、やっぱりね君が退屈なのかしら。革新的思考がここに咲いたんだ。とうとうゆっくりと開けた穴に飛び込んできたもの。君を連れ去る黒な尖り星の影でした。君のその青白いホット箱に横たわった姿を見た。私の呆れ顔とハートはすとんと転がった。君の寝顔はこんなに安らかなのに、何度もねえなぜ生きてるのって言ったから。いつでも自分のことは後回しでした。それがうるさくもあり嬉しくもあったんだけど、でも少しずつ後ろに下がってる私の一歩は白氷を割ってしまったんだ。うっかり恋をした。現実は君のおもちゃ箱、その中にも確かに詰まってはいたんだけど、ね、あどれあまだ何度も呼ぶ君の声が耳元で響き渡ってる。その意味では君の選んだ選択肢を勝ちに間違いとは言えないんじゃない。それでも私の中で生き続けたいって。彼は全てを拒絶し背を向けてしまった。ああ自らに課せられた試練からすら君は今何も、その目も耳も閉ざした私の愚かを懺悔します。そうしたら少しは笑ってくれますか。ああ許してくれますか。さよなら。ねえあれはなんだったのでしょうね。ゆうべ君が魅力素敵な王子を立てる